シンプルにやらかしたぜ。じゃあ行くか。え、なに？え、なになになに？え、地震？え、おや、なんだろう？トンネルー！トンネルー！トントンネルー！わー、やだ、掘れて楽しい！って、あれ？ここは、てんてんてん。ね、どうしたの？わわ、すいません。僕、ディグダって言うんですが、ペリッパー、連絡所の前でトンネル遊びしてたらあまりにも楽しくて、調子に乗ってつい掘りまくってたらいつの間にかこんなとこに出ちゃいましたって、結構離れてるよ、ペリッパー、連絡所。はい。穴くらい、いや、よくない、よくない、よくない。そうだよ、迷惑だよ、穴開けるのは。時々埋め埋めしていきますねって、全部埋めろ。あ、ペリッパー、ペリニキー、よいしょ。ポストを見る。救助隊へようこそ。あ、ニュースかこれ。何、特典プレゼントって何？特典プレゼント、はあ、訓練所に行こう。本気チケット、ああ、本気チケットってあれか。もしかしてなんかあれかな、幕の下訓練所で練習するためのやつかな。あ、ぽいね、ぽいね。幕の下訓練所で使うアイテムなんだわ。はい、まずは目指せブロンズランク。あれ、こんなランクとかあったっけ。そういえば、じゃあちょっと今度こそ依頼を完遂しに行こうぜ。さあ行きましょう。はい、小さな森。あ、依頼1って書いてあんじゃん、全然大丈夫じゃん、クソ。小さな森ビーチ。うわー、普通に探索してくれよかったよ。じゃあさっき、よっ、はい、依頼達成。いいね。救助隊バッジをかざしたマイナに不思議な力が授けられた。これなんかリレミトプラスルーラーみたいな効果があるの、こいつもしかして。階段で帰れるのか。なるほどね。脱出します。脱出してもいいです。脱出します。脱出してもよろしいですと。えい、クリア。小さな森の依頼を無事達成。リフレクターの技マシン、いいね。さて、お、プラスするとマイナー、大切なマイナー助けてくれてありがとう。これはお礼です。本気チケットと100円。100円 ?100 ポケコインかな？ちょ、通貨を忘れちまったわ。じゃあまた明日、おやすみ。あ、寝てる。また夢か？また夢か？また夢を見てるのかな？そのヤムチャポーズやめろ。またあの人だ。どの人？ん？なんか語りかけてきてるような、うまく聞き取れない。なんて言ってるんだろう。親揺れてる。親揺れてるじゃないのよ。なんでその悠長なの。うわ、かなり激しくなってきた。夢にしちゃずいぶんリアルな感じだけど、現実じゃないかな、もしかして。それ多分現実だよ。よいしょ。もし、なんでしょう、もしもし、タロスさんですよね。自信ないのかな、なんか俺の名前に自信がないのかな。あ、もしかして姿が見えない。これはどうも失礼しました。おい、はじめまして、私たちダグドリオと申します。私たちなんだね、あれ。一体じゃないんだね、ダグドリオ。ダグトリオなんだ、しかも。俺ずっとダグドリオだと思ってたわ。え、ディグダだって。高い山の頂上、そんなところ私たちはとても登っていけないし、ですのでここは一つタロスさんにお願いしたいというわけなんです。ディグダをさらったのはエアームドってポケモンです。とても凶暴なやつなんで気をつけてください。何卒よろしくお願いします。では、
エアームドか、ちょっとタイプ的にきついかもしんないな。偶然だったね、断る突然か、突然だったので断る暇がなかった。でもディグダがさらわれたというのは気になるな。行ってくるか。いいじゃん、依頼だぜ依頼、受けようぜ。あれ、リスナーがいない。あ、いたわ。おはようタロス。え、今さっき救助頼まれたの。すげえ目キラキラしてんじゃん。そうです。うおー、お前そこ岩だぞ、そこそこ岩だぞ。モグラニャだったら出てこれねえぞ。そこ私たちの子供ディグダがさらわれたんです。場所は鋼山の頂上です。何卒よろしくお願いします。任せい。では、せっかちやなダグドリオ。なるほど、ディグダってここでトンネル遊びしてたポケモンだよねって。そう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 、トンネル遊びしてたポケモンまんま。それがさらわれたというのは確かに気になるし、行こっか。行こうぜ、とりあえず行こうぜ。まあとりあえず、とりあえず技マシンを取りに行きたい、取りに行きたいじゃない、買いに行きたい。はい、か、技マシンのお店ですよーっと。破壊構成、破壊構成、大文字、大文字すごい欲しいけど、さっき俺がミスったせいでお金がない、お金がない、お金がないよ。本気チケット、ほー、でも経験値欲しいんだよな。ちょっと置いとくか、本気チケット。本気チケットちょっと預けとこう、時が来るまで置いとこう。まあ、本気チケット、隠れよんじゃなかった、幕の下のやつはあれかな。まあまああれだね、裏でやるかな、訓練所はやるとしたらね。はい、引き出す。リフレクターって実はすごい高く売れたりしない？リフレクターがすごい高く売れたりしたらすごく嬉しいんだけども、だけどよく、あ、お前喋れんのか。オッケー、鋼山行こうぜ。はい、道具を売る。わ、リフレクター安っ、安いなこれ。ダメだわ。じゃあ行こっか鋼山、まあ、特に何の準備もしてないけど、まあ現地で拾っていこうぜアイテムは。鋼山に行きましょう。さあ、エアームド、俺が昔エアームードだと思ってたポケモン。ここか、鋼山は。ここの頂上にディグダがいるんだね。バベルの頂上にたたダダダダダダダン。はい、ダグトリオ、頂上は9階です。よろしくお願いします。では、行きましょうぜ。行こうか。さあ、これもしかして初のボス戦じゃないか？鋼山 B、B、いや B じゃないんだ、今回は。あ、モモンの実いいね。モモンの実。ちょっと体力管理しっかりしていこうぜ。ここで空手チョップ、猫魂、あー、ちょっと待って、結構体力ある相手、やばい。ただこのゲーム確か歩いてたら体力回復するはずだから大丈夫。ここでアイテムはもうないから次行こっか。はい、2階に行って、お金固くなる。どれだっけ、これか、 Y か、待って待って待って、 Y で OK、 これで ZL の怪力、あ、食らわないな、意外と意外と怪力食らわない。あ、プチ復活助かる。ちょっと待ってね、これで前向いて、あ、リフレクターの技マシン持ってきちゃってたか、いらんのやけどな。で怪力、これなんか自動でさ、一番、あー、鳴き声、鳴き声困るんだよね。これでバレットパンチ、技は失敗すんのか、それ失敗すんのか。バレットパンチ瓦割り、ちょっとね攻撃力下がっちゃったから、光る床で、光る床でなんとかしようぜ。オッケー、さあ強さが元に戻った。空手チョップ猫魂、ミスっただと、何をしている。 OK、 これでお金拾って、次次上、次上、次上、上で、階段ねえな、階段ねえな、どこにあんだ。あーと泥かけはやめて、命中率下げるのやめて、地味にきつい。高速スピン、バレットパンチ、バレットパンチ外していくが、
倒せる。この罰があれか。はいはいはい、ちょっと待ってね、体力回復してから行こうぜ。何回だっけ、9回だっけ。エアームド、はい、技設定から仲間の技を設定できます。まあまあいいでしょう。鬼スズメ、お、ワンパンできねえの、マジマジ。鬼スズメそんな強えの。綺麗な箱、ナイス。あ、そんなに先まで攻撃できんの、強ない。え、猫魂めっちゃ強ない。これもしかしてさ、あのタイプ1で猫魂打てるエネコがめちゃくちゃ強かったんじゃね。え、なに、爆破の罠ってなんだ。爆破の罠ってなんだよ。痛い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 、ちょっと待って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 、爆破の罠って何、マジで分からんかったけど今。え、なんかよく見たら分かるとかそんな感じ、あの罠。はい、先に進みます。4回、これでこう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 、はい、ここで正、ここで正面にいるバルキーを殴っていく。いいね、ダンボルド。お、ダンボルド、すげえ、こんなとこに出てくんだ。あ、ナイスヒルミ、猫魂優秀すぎん。どうしようかな、まあ、特に使うものもないか。猫魂ナイス。でもこれでひるませたりできるってめちゃくちゃ強くね。あ、強い強い、ちょっと待って、え、ちょっと待って、石すべてのなんか硬え、石すべてめちゃくちゃ硬え、石つぶて、あ、つつか、やばい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 、つつくのやばい、つつくのやばいし、お、技が強くなっていく。あー、そして復活の種で復活できる、プチ復活の種。オッケー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 、ラッキーラッキー。やべえ、まさか鬼スズメ負けるとは思わんかったわ。さあこれで、やべえな、マジでもう鬼スズメ負けるとかも初期のピカチュウやん、やばいって。あ、負けてないわ、確かギリギリ勝ったんだわ、あれ確か。アニポケのね、あの確か鬼スズメの大群に襲われるシーンみたいなのが昔あった気がする。で、なんかサトシが鳳凰を見るみたいな。あー、硬くなる。ちょっとあの積んでから俺のとこ来んのやめてもらえますか。怪力草むすび、あー、いいね、草むすび、かすむすびって言っちゃった、噛んで。なんや、かすむすびって。お金、お金、いいねいいねいいね。猫魂、うわ、ちょっと鬼スズメは逃げようぜ。おー、エレキボール、いいよいいよいいよ。ちょっと待って、あの猫魂の PP なくなったら地味に痛いかもしんない。大丈夫か、この先猫魂なしでやっていけるか。答えはいいな。あ、お腹が空いてきたので、お腹が空いてきたのでリンゴを食べましょう。リンゴをね、もうガリ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 食べましょう。はい、リンゴいただきます、いただきます、チューセッツ。PP リカバー、あ、一つだけか、一つだけか。睡眠の種とかあるんだ、いいね。眠らせれるやつかな、だとしたらありがたい。 OK、 いいよ。そう、これ敵がね、あー、爆破の罠、 PP リカバー、てかマジでなんなん爆破の罠って。あのリンゴとかなくなっちゃうとね、あの最悪オレンの実かじってね、あの進むっていうすごいなんか切ない状況になるから、できればお腹は満たしておきたい。これで、はい、猫魂失敗していく、空手チョップを当てていく、空手チョップ2回目やっていく。いいねいいね、箱でけえ、箱でけえ。で、進んで進んで進んで、え、おーおーおー、バレパン、なんでバレパンした今。あ、バレットパンチがパワーアップしていく。なんか稲妻イレブンシステムなのかな、技を打てば打つほど強くなっていくみたいな。いいねいいねいいね、レベル上がっていってるよ、いいよいいよ。仲良くする、なんだそれ、相手の攻撃を下げるんだ、いらん。いやでもなんか使えそうな気すんだよな。どうしよう、仲良くしてもらうか、相手に。アイアンテール、アイアンテールいらないんじゃね。タイプ相性的にもさ、あの相手がさ、あの岩とかしか使わないんじゃない、アイアンテールって。え、でもどうだろう、仲良くするいらんわ。ちょっと待って、 B ボタンが反応しない。 OKOKOK やめます、やめますやめますやめます。ちょっとボタン反応して、
ジョイコンが悪いのか、何が悪いんだ。はいはいはい、これで、念力、あ、念力ダメだ、それそれダメだって言ってんだろ。俺の実、俺の実食べる、俺の実食べる、俺の実、あ、リスナーじゃない、リスナーじゃない、間違えた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 、やば、めっちゃ弱点ついてくるこいつ、強え。え、もう先に倒そうぜこいつ、ダメだわ、怪力だー。あー、タロス、え、ちょっと待って、やばい、タロス、タロス負けすぎ。え、ちょっと待って、これエアムド勝てる、大丈夫。なんかエアムドに勝てるか不安になってきたぞ。なんとかしようぜ、なんとかしようぜ、命を大事になんとかしようぜ。怪力硬くなる。で、アスターなんかあそこに待機してるのやめてくれ。ヨガポー、ヨガポー、念力、やばいやばいやばい、ちょっと待って、これはちょっと逃げたい。ナイスナイス、エレキボール、いいぞいいぞ。ちょっと待ってね、経験値も欲しいからここで Y を押して、あれ、あ、やべ、普通に起こしちゃったわ、まあいいわ、怪力だ。あ、やべ、我慢はもう早く倒そうぜ。 OKOKOK。で、ちょっと待ってね、復活系もないんじゃ、あー、復活系あと1個ある、あと1個ある、最悪睡眠の種で眠らせよう、睡眠の種で眠らしてなんとかできるはず。